皆さん、明けましておめでとうございます。はい、たくさんの方ありがとうございます。明けましておめでとうございます。いやいや、まずは、ね、今年もよろしくお願いします。昨年はね、皆さんの応援のおかげでですね、本当に、予想もしてなかった、1年が、待ってたわけですね。去年の今頃言ったらね、1月26日の大阪梅田トラッドでありますポンヘーレンね、すごく、ポンヘレやるつもりがもう中止になってね、もうエディの、あれもね、トリビュートもできないままで何もない状態だったんですけども、はい、ね、まさかあんな、ね、忙しい1年、はい、ありがとうございます。あ、ホーリーさんありがとうございます。どうもナイスパーありがとうございます。どうもどうも、はい、はい、あ、マモルと見てくれてますか。はい、マモル、マモル、あの、いいんですか。あの、また後で言いますけども、まあ、あのね、また何か始まりそうな予感でですね、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんありがとう。ルナ、逆さまから見ていきますね。あ、コーラ、コガちゃんありがとう。はい、あ、ヒロヒサゾングウェイも久しぶりです。林ライス師匠も、あ、あ、グッさん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あ、モン吉さんも最初に、チャットありがとうございます。ヘビーユーザーさんもありがとうございます。アイスクリームマンさん、世界一忙しいんちゃいますか今ね。北さんもありがとうございます。サタタツさん、金冠ありがとうございました。ヘブン506さんもね、去年はたくさんライブ来ていただいてありがとうございます。ミポちゃんもありがとうございますね。今年もどっかでライブどこぞでやったらよろしくお願いします。 T 直樹さんも、ライブやらいろいろもう薩摩やら来ていただいてありがとうございます。はい、ルナッチさんもありがとうございます。ゴードンさん明けましておめでとうございます。はい、というトロロケイさん、はい、ロートミーさん、はい、見慣れた、京子 N さん、あ、緑五十嵐さん飛ばしてしまいました。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。サジンリョウさんもありがとうございます。はい、笠吉さんやってますね。今年もこれがあのいいみたいで、いつもありがとうございます。ヒロディズリーさんもうしょっぱなからありがとうございます。ナイスパ、もうあの挨拶してたら終わってまうのでちょっと行きますね。今日は、最後にね、クイズやら大喜利やら、景品たくさん、石橋楽器の心斎橋店さんから、協賛いただいてますのでね、はい、それを皆さんで争奪してくださいね。はい、楽しい時間にしたいと思います。よろしくお願いします。ルークさんもありがとうございます。カルチョさんありがとうございます。あ、幸子黒崎さんありがとうございます。あのね、歌わない祭りのボーカル、歌わんの会というね、ね、歌い祭りの大阪福島を
ちょっと仕切っていただいた、主催していただいた、ありがとうございます。じゃあ、はい、もうこのまま挨拶しててもう7分も過ぎてるので、はい、あ、5分も過ぎてますので行きますね。まずは、2023年マイケル・シェンカーから行ってみたいと思います。僕の大好きな、曲、神話から行きますね。
ありがとうございます。たくさんスーパーチャットありがとうございます。アイスクリームマンさん、明けましておめでとうございます。はい、体壊さないようにね、働きすぎちゃいますか。はい、笠吉さん、またありがとうございます。今年はね、またいつか来てくださいね。はい、ありがとうございます。ヘブンさん、どうもどうもありがとうございます。ナイスパ。はい、サタタツさんね、マイケル大好き、サタタツさん。はい、ルッキンフォーラブは、放題幸せ探しててほんまかいなね。それ五木ひろしやがなね。はい、あね、ヘッドがちょっとね、はい、ちょっとカメラこういう感じにします。はい、そうですね。はい、次もね、マイケル・シェンカやりたいんですけど、まあ僕もさ、ギターね、20代というか、はい、ギターやめてね、17年ぶりに再開してですね、最初に弾いた曲というか、アンプに通して弾いた曲をやりたいと思うんですけども、まあ、これも神話なんですけどね。で、17年ぶりぐらいに弾いたんですけど、大体ポジションを覚えてたんですよね。はい、その曲を、やってみたいと思うんですが、ですね、はい、今日はテロップも流してですね、まあ今ね、この新春企画としてですね、完全制覇 DVD 注文いただいたらですね、この弾きやすい薩摩ピックを、漏れなく進呈したいと思ってますので、まあ数に限りがありますんですが、まあ今日のねライブ配信見ていただいた方は、DVD 注文していただいたら送らせていただきます。というわけで2曲目行ってみたいと思います。17年ぶりに弾いた曲ね。
ありがとうございます。みぽちゃんありがとうございます。ナイスパありがとうございます。はい、コーラこがさんオン&オンねやってみたいですよね。あの僕あの正直言うてオン&オンあんまり神話の中であんまり聞かんかったんですよね。でもマイケル・シェンカーはほぼ 100% に近いぐらいライブでやってるってことはですよ、もうマイケル・シェンカーはもう絶対好きなんですよねオン&オンね。はい、じゃあ今年中に、ライブ配信でやってみたいと思います。ありがとうございます。なんかちょっと今日は固まりがちですね、ちょっとパソコンが。はい、続きまして、V は V でもね、はい、このワルダーギターで、活かしてもらいたいと思います。あのいつもやってる曲なんですが、というかなんかすごく久しぶりに弾く感じがするんですよね。まあ実際久しぶりにやるかもしれないんです。はい、では、メローな曲をちょっと今日はなるべくこのハードなこのギターに寄せて弾いてみたいと思います。
ありがとうございます。龍介さん、明けましておめでとうございます。ナイスパ、ありがとうございます。 T 直樹さんもありがとうございます。ナイスパ、今年もよろしくお願いします。そうですね、これね、やる前に言うたらよかったね。これサビはね、 F シャープマイナー、そして B、 E を弾きます。ここで明るいコードなんですけどね。そしてまた F シャープマイナー、そして B、 そして C シャープマイナー、これの繰り返しですね。はい、シンプルなコードですが、乗ってるメロディーね、おーって入るこのねメロディーいいですよね。はい、まるで自分が作ったように解説しておりますが、えらいすんまへん。はい、こっからね最後までイケイケにで行ってみたいと思うんですが、はい、今日はあのクイズや大喜利があるので飛ばしていくけど、いいかな、400人の皆さん用意はいいかい、トルタンなんつって。
おぐりんこさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ナイスパ、本当にありがとうございます。はい、まあ去年の今頃もね、コロナすごい流行ってて、なんかまあ何一つ変わってないような気もするんですが、ね、規制のないね、行動制限がないということでですね、まあ、ほんで4月には5類になるという、まあ、ほぼ決定でしょう、まあね、インフルエンザみたいな、なんかお医者さんは年中インフルエンザみたいな、うん、仕事してるって言うてる人もいてましたけど、まあ、もうそのうちね、もう海外なんかね、もうマスクしてませんもんね。どうしたらいいんでしょうね、まあ、でも日本はね、皆さんもうマスクなしの生活無理でしょうしね、まあ、まあ引き続きね、注意しながら、やってみたいと思いますが、はい、今日はね、次やる曲がですね、今日の配信の中で一番難しいというね、久しぶりにルパン三世やってみたいと思うんですよ。でもね、久しぶりに練習したらね、もうむちゃくちゃ難しいんですね。これ通しで弾いたらね、お前やばいんですけどもね、まあ自分で作った、フレーズなんですけどもね、もうもがき苦しんで、練習しました。失敗するかもしれませんが、まあね、これもね、完全制覇 DVD、リリースしてますので、皆さん練習してみてはどうでしょうか。
3分長かった。ほぼ息止めて弾きました。ありがとうございます。はい、いいですよね。まあどんどんねこれテクニック詰めていったらもう最後ねこれ つないで弾いたらもうえらいしんどかったいう話ですけどね。はい、まあこれからもちょいちょい挟んでいこうかな思って、はい、よろしくお願いします。マリモ5150さん、ナイスパありがとうございます。ナイスパ。ひろひさゾングウェイさん、明けましておめでとうございます。ありがとう。元気でっか。元気すぎるでしょあなたね。はい、というわけでですね、まあね、去年はねもう何と言ってもラウドネスのね新原実さんとご一緒させていただいてもう自分の思い出に刻み込まれたわけですがね、もうロスというか何もない状態でですね、やっぱりラウドネスを聞くとですね、この人、この偉大な人と、のバックでギター弾いてたんやとね、非常に感慨深くなりましてですね。はい、というわけでですね、ラウドネス1曲やってトイレ休憩行きたいと思います。
ありがとうございます。マーチンプレイラウドさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。ナイスパ、すまへん、トイレじゃなかった、あと1曲でした。この前ね、リリースした、ブラックマスカレードで、ね、DVD あのピック付きですので、またよかったら完全制覇、皆さんも、リッチー・ブラックモアの、ね、世界を、体験してみてください、ね、1990何年発表のこのブラックマスカレードね、あんまり知られてないかもしれないんですけども、リッチーファンからしたらね、もうなんて名曲を作るんだ、まだ1990年代に突入してもというぐらいね、いい曲だと思いますので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、グッさん。そうですか、もうね、早々に第1号を送らせていただきましてですね、アコギ以外は弾けるようになりましたか。もうそれはもう素晴らしいことですよね。この普天音符の嵐、これに慣れてくるとですね、リズムも良くなってくるというね、はい、一石何鳥もですので、はい、今日はもう、はい、500人の方ありがとうございます。ちょっと一旦休憩、すぐ戻ってきますので、後半はね、またヘビーな、どんどんイケイケでいきますので、よろしくお願いします。今日は爽やかなトイレだよ、なっちゃうわ。すいません、トイレ画像間違えましたので、これでお願いします。はい、後半行ってみたいと思いますが、はい、ですね、まあ、告知というか、何やったかな、まあ、とりあえず決まっているのはですね、1月の21、リンク大阪のね、もう南大阪、和歌山の手前でね、なんと初めての島村楽器さんでのイベント、昨年リリースさせていただきました、あの細かすぎてのね、マスターズリックス 1-2 の、ちょっとイベントという形でですね、もう私もね、 あっちの方行くことないんですけどね、お客さんも 2-3 人か4人ぐらい来るかな思ったら2日でもう全部売り切れた言うてね、ただ追加枠出してくれたみたいなので、あとまあ何人かだと思うんですが、ぜひ、リンク和歌山の方やら、
南大阪の人ね、泉南の方にお住まいの方、ぜひ、島村楽器イオンモール店の引田さんまで、お問い合わせください。そしてあとはまあね、先僕のね、キーボードでデビューした時のね、 お師匠さんがですね、和太鼓と三味線とピアノというね、トリオでユニットを組んでるんですが、そこでヘビーなギター、トリッキーなギター、レコーディング音を入れてくれへんか言われてですね、いいんですか言うて、1月中に、レコーディングになるかもしれないんで、はい、それも頑張らなあかんのでね、まあまあまた1月から忙しいんですよ。あとはね、ほぼ決まってるようで決まってないのでね、ただ秋冬あたりにむちゃくちゃでかい、自分の中ではむちゃくちゃでかい、ことがあるかもしれませんけども、まだ何とも言えませんのでね、はい、まあ完全制覇の DVD なども、発売しておりますので、でね、このタオルも残ってまんねん、タオル、まあもうあとね10枚も残ってまへんねん、あと何枚かですね、お急ぎください。まあタオルめっちゃ水吸うと思いますよ、吸水性バッチリっていうか、まあ使ったことないんですけどね、もったいなくて、いやもうね、これコストが2000円かかってるんですよ。でまあ2500円で売らせてもらってね、ね、100枚買うってことはですよ、25万円こう出したんですよね。もういやらしいな、細かいとこまでね、それ回収せなあかんねんね、はい、何枚かあるのでよかったらよろしくお願いします。はい、そして最後は、大喜利やらクイズやらね、石橋楽器心斎橋店の、新しく店長に就任した石間さんがですね、ドドッと景気よく、協賛いただいたので最後までよろしくお願いします。はい、もうバンヘレン会というとですね、そうなんですよ、ね、今月はバンヘレンの、誕生月でもあるんですよね、ということで、生誕を込めてですね、生誕祭を、兼ねてですね、ちょっとバンヘレンで行きたいんですが、たまたまね、この前実は1日ぐらいでですね、コピーした曲をちょっとやってみたいと思いますが、はい、ごめんなさい、はい、LA メタルのね、ものすごいストレッチが効いてる旋律のデビューでしたよね。
ありがとうございます。北さん、明けましておめでとうございます。ナイスパ、また待っております。佐人寮さん、明けましておめでとうございます。こちらこそ、お知り合いになれてありがとうございます。毎回、ライブ配信の方、遊びに来ていただいて応援ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、ね、このラットね、これ僕もいろんな人の見たんですけど、ここでね B の音、6弦の7フレット使ったら、これは LA メタルというかウォーレンじゃないですよね。これはもう絶対これでしょう。すごいですよね。ギター持ってますか？半音下げで5弦の2フレットと4弦の5フレット、そして小指で7フレット。はい、これをこのね細身の、長身なウォーレンがね、ストラップ低めにクーッと構えてね、ほら僕と体型は違いますよ。ほら僕は腹の上に乗せても届きにくかったね、これは。はい、なかなかね。はい、他もね、レイトダウンとかね、もうやっぱりこのコードね、使ってますので、まあ間違いないんじゃないですかね。はい、というわけでですね、はい、ここから、バンヘレン、エディ・バンヘレン生誕祭をやってみたいと思います。いきます。
ありがとうございます。ビール野郎の独り言、誰か分かりません。帰ってきた言われても誰ですか。ビール野郎の独り言、まあつまりビールを飲んでる野郎の独り言なんでしょうね。はい、まああの後でお名前書けたら書いてください。はい、元何々とかね、はい、バンド風に元誰々とかね。はい、次もエディサウンドで、行ってみたいと思いますが、なるべくねちょっと大きめの音にしてます、ギターの音。まあそしてですね、シャンプーの後にトリートメントしたみたいなね音だと、ちょっと体感していただいたら、そう思っていただいたら幸いです。ありがとうございます。
またまたマリモ5150さん、ナイスパ、ありがとう。はい、さあ続きまして、もう残り何曲かですが、ですね、1984のねアルバムから、またやってみたいと思うんですが、あのね1984のアルバムは1983に作られたって知ってましたね。当たり前なんですけど、なんか若い頃1984って1983に実は作られてんねやっていうね、まあ当たり前のことをすごく感動してた、あの思い出があるんですがね、意味わからんよねほんまに。でも僕の中ではなんか1984イコール1983みたいなね。そしてめちゃくちゃ売れたのに2位にね、全米2位にとどまったという、めちゃくちゃ売れたんですよ。なんでと思います？はい、答えた方、景品送りますので、じゃあとっとと1984から。北さん正解。
ありがとうございます。コロスケさん、明けましておめでとうございます。あ、残業だったんですね。お疲れ様です。ありがとうございます。どうも今年もよろしくお願いします。京子 N さん、ありがとうございます。飛躍できるようにね。はい、うさぎですよね、ぴょんぴょん。ありがとうございます。ナイスパ。北さん、正解。そうやね、マイケル・ジャクソンのスリラーがね、もう怪物的な売り上げしてね、1984はなんぼ売れても追いつかなかったというね。はい、ルナッチ、ナイスパ、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、というわけでちょっとね、エディも、亡くなって、エディシストも、曲は死さずね、今あの聞けば聞くほどね。 ABT ウェイクさん、明けましておめでとうございます。薩摩さん、いつかサミー映画も聞いてみたいです。今からやるけど、今からやりますよ、聞いといてくださいよ。はい、今日はね、バンヘレの音をさらに厚み出すようにね、ダブルトラックをね、エフェクターかましてますのでね、まあスマートフォンで聞いても厚みがあるのかな、厚みがあるとは思うんですけどね。はい、ヘッドホンしたらさらにうわっと迫りくる音だと思います。はい、そうなんですよ、サミー・ヘイガーねの曲やるんですけどね、これ新原さんともやってね、この最近ねこれ聞いたら新原さんの歌を思い出すというね、もうちょっとロスが激しいですね。はい、というわけで、なかなかの難しい、このねピアノのねフレーズ16分の1拍休みから入ってるんですよ。だからタタ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 とか違うんですよ。ワンツースリーフォータタタタという始まり方、そんなもんね絶対分かりませんよ。これドラム入ってこんな分からへん、ドラム入ってきても分からん。
ありがとうございます。トロロケイさん、お久しぶりじゃないですけども、明けましておめでとうございます。はい、そんな嬉しいことを言ってもらったらありがとうございます。頑張ります。どんな年になるんでしょうか。ありがとうございます。はい、もう、ラスト2曲になってまいりましたけども、はい、エディを忍んで愛が止まらないね、新原さんにも言われましたよ、今度は君に恋したよ言うてね、やってみたいと思います。
ありがとうございます。遠竹さん、明けましておめでとうございます。今年ももう9年中はもうほんまお世話になりっぱなしですね。また東京行った時はお世話になります。よろしくお願いします。ヘブン506さん、ありがとうございます。何回も本当にコーラコがありがとう。何回泣かすねんて、何回泣いとんねん君は。もうほんまに涙もろいなあ。あんた相撲見に行っても泣いてんのか。なあ、あれもな、感動するわな、勝った負けたで。はい、すまへん。さあ、それでは恒例の今年も最後の曲はこれで、我が物顔で弾きます。自分が作ったように弾いてます。名曲を作ったぞと思いながら弾いてます。というわけで、ドリームスね、夢っていうことですかね。はい、はい、この後たっぷりと大喜利と、クイズで楽しみたいと思いますので、はい、では最後精一杯我が物顔で自分の作った曲です。言うてもた、作ってへんちゅうね。
ありがとうございます。たくさんありがとうございます。 T 直樹さんもナイスパ、ナイスパ、本当にありがとうございます。あ、純一、長谷山さん、すいません、あの発想が遅くなり大変申し訳ございませんでしたが、本当にナイスパ、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。アイスクリームマンさん、何回もありがとうございます。また新潟行くことがあればよろしくお願いします。とりあえず今年はね、薩摩に来てくださいね。ありがとうございます。佐田達さん、何回もありがとうございます。マイケル・シェンカー大好きやのに、バンヘレンでスーパーチャットありがとうございます。北さんも何回もありがとうございます。また一緒に飲めたら飲みましょう。ありがとうございます。さあ、それではですね、じゃあ今日はね、まあたくさんね、石橋楽器さんから今日さんね、これなかなかマグネットチューナーって知ってました？これね、ポンとペグとか、いろんなとこにねくっついてね、チューニングしてくれるんですよね。これめっちゃ便利ですよね。はい。で、あとは、ストラップピンね、あ、じゃあストラップね、外れへんようにするやつね、でしょ。ほんで、まあこれね、ボックスのこのね、なんとかグラムのステッカーやらね、これもねいいんですよ。これ今流行りのね、スマホケースですよ。これボスのね、ボスのあの首からぶら下げるやつね。これ僕も欲しいなと思ったんですけど、プレゼントに回します。そしてね、ペグ回すやつやらまだいっぱいあるんですよ。ほんで僕もこれね着てる、アーニーボールの T シャツ、これ L ですわ。はい。この辺ね、他にもね、薩摩ピックやら、プレゼントしたいと思いますので、はい。それでは1問目からいってみようかな。もうその代わり、クイズ答える条件はですね、必ずここにね、info@sazuma3042.com にメールくれる人ね。はい、じゃあ行きますよ。1問目、もうめっちゃ簡単なばっかりで、正月やから。エディの誕生日はいつでしょう？はい、早押しです。エディの誕生日はいつでしょう？京子 N さん、おめでとうございます。明日ってあらら。はい、京子 N さん、おめでとうございます。そうですよね、1月26日、今度の、もう今度のいうか第4木曜日ぐらいですかね。あ、木曜日ぐらいですね。はい。ね、何年か前、あのね、一昨年は、ライブ配信もしましたが、今日はですね、はい、たくさん答えていただいてありがとうございます。はい、続きまして、これちょっと難しいよ。バンヘイレンが来日した回数は何回でしょう？日本に通算何回来たでしょう？ブー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 、そのうち当たるやんか、これブー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 。ゴードンさん正解。ゴードンさん6回ですね。1978年、そして79年、そして1989年、そして1995年、98年、そして2012年に来るはずが、ね、エディ病気で、2013年と。
誰もこの、あ、ほら大喜利かましてきたで、ケレニーコロンさん31回。まあね、寝屋川在住ですもん。ブーに反応してんの。はい、薩摩さんの店に0回、正解悲しい、1984回。こういうの好きやな、北さん、ありがとう。はい、ゴードンさん、メールくださいね。はい、続きまして、これもめっちゃ簡単、早く答えてね。マイケル戦火の誕生日はいつでしょう。チクタクチクタク。明日好きやな、六段さん。グッサン正解、さすがクギズ王、誕生日にはめっちゃ強い。新潟にお住まいのグッサン、おめでとうございます。さて続いていきますよ。じゃあそのマイケル・シェンカー、しあさって誕生日です。何歳になるでしょう。グッサン以外よろしくお願いします。チクタクチクタク。さあ、しあさってでマイケルはいくつになるでしょう。ほんまにもうバーバー何歳や。あー惜しい、ちゃうんですよね。みぽちゃん正解、みぽちゃんすごい。はい、エフェクターがダカダタッタダーとかなくてすみません。はい、みぽちゃんおめでとうございます。さあ、じゃあ次、王者の誕生日、イングベイの誕生日はいつでしょう。チクタク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 。もう大喜利始まってんな。イングベイの誕生日だよ。あー、まっ、ジェフ・ジミーさん630、これは6月30ということですかね。正解、ジェフ・ジミーさんおめでとうございます。いやー、すいませんね、もうドッケンやってくれやってくれって一個もやらんとすまへん。今年はやろうとは思うんですけどね、なかなか時間がないんですよ。はい、じゃあジェフ・ジミーさん、またメールください。おめでとうございます。さあ、こっから薩摩マニア、薩マニアに、の人には答えてほしいな。いくで。薩摩3042の3042は店が30周年で3042は何でしょう。チクタクチクタク。ABT ウェイクさんおめでとうございます。そうです、42歳。うわ、みんなすごいな、薩摩ニアがたくさんおる。ありがとうありがとう、誰もボケてくれてんのも嬉しいウエストのサイズ42ってどういうことよ。すまへん、血圧死んでまうわ。アホ言うてまた。というわけで ABT ウェイクさん、そうですね、薩摩、ね、もう、そうですね、佐田達さんも、もう本当にすごい、10万40、俺世紀末入ってないっちゅね、ほんまに、店が30周年で、僕が42歳の時、もう今57になろうとして、どうなるの僕、このもう57やで。もう YouTube 始めて15年目って信じられんよね。もう子供が15歳になるいうことやもんね、ほんまに長いね、月日の流れは残酷やね。はい、
ありがとうございます。じゃあもう一問、マニアックな問題。はい、先日の、歌うたい祭り大阪福島でですね、新原さんに、なお前むちゃくちゃ煙くじゃらやの、お前この腕毛なんやねんと、ゴルゴ13みたいなのといじられましたが、僕は何と返したでしょうか。チクサクチクサクチクサク。ヘブン506さん、おめでとうございます。そうです、狙撃死体でした。すごいな。はい、ありがとうございます。薩摩の一味打ちたいじゃあ胸毛はな、メキシコ人ではありません。それでもまあみんなよう分かってる胸毛ないんです。胸毛ないんかいな何言おうか忘れたかなって言ってましたね。はい、楽しい時間でした。はいはい、というわけでヘブン506さん、おめでとうございます。さあ、あと2問となってまいりました。はい、次大喜利です。とびきりの答え出してね。北欧メタルバンドを結成しました。バンド名は。チクタクチクタク。シャクレ、イノキ、ハニワゲン、バイキング。はちょっと面白い。花吹雪、サーモンズ、ノルウェー、カオステ太郎か、面白い。はい、タケ02123、そこにギャグを掘り込んでくる、このね、稲ちゃんのギャグを掘り込んでくる、カオステ太郎かというね、北欧メタルバンド、これ流行るかな。アゴントス、これも面白いけど、あのいろいろ面白かったけど、はい、ありがとうございます。いや面白い答え、もうちょっと聞いてみようか。アゴクイ、味自慢、どういうこと。アゴンチーナメガニーノ、これもおもろいな。ゾウさん面白い、こんなんよう思いつくな。シャクレーン、およねさん意味わからん。チルダレンオブメガネ、あなたも面白い。ほんまにダブルで取ってこようとしたな。チルダレンオブメガネもちょっとつぼる。どこ見てるもおもろいな。はい、ありがとうございます。楽しい時間ももうあとわずかです。さあ最後の問題、写真で一言。写真で一言。キヨちゃん、アンプ OK ですか、電源 OK ですか、シールド OK ですか、チューニング OK です。ベロマッシュ長いな、君長いな。77歳になりました。シンプルでおもろいな。あとアデアンスなのも、はあ、毛増えてるやん、ほんまやねんね、これね。俺だよ、俺さえ。そんな
胸毛あります。このコード何やと思う？面白いな。ミスタービーンちゃうで。冷蔵庫ない。あ、ロゴはそんなんなのね。あ、え。みたいな。 ABT さん得意やな大喜利。さすま君やってみる。うち厳しいよ。これね、はい、ありがとうございます。ちょっと笑わせてもらったんが、北さんの、あ、老後はそんなんね。はい、北さんおめでとうございます。ありがとうございました。はい、というわけでもう新年もほんまにもう皆さん盛り上げていただいて、本当にみんな面白いな、ありがとうございます。じゃあ、 発送させていただきますので、必ず、メールくださいね。では新年一発目の乾杯したいと思います。ええ夜や、コーラ子が咲く、エーヨルグラス、スズリにて販売中。ええ音や。はい、では今年も昨年もすごくお世話になりましたけど、はい、あ、現63、あれどうした、寝てたの。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。みどりさん、ありがとうございます。本当にもうね、ライブ配信始めた時からずっとモデレートありがとうございます。モデレーターとして本当にありがとうございます。では今年も、よろしくお願いします。飲む前から乾杯。あ、座ってるだけでゲップ出るというね、どういうことなんよ。はい、というわけで、また、2月に皆さんとお会いしたいと思います。また、1月ね、これから、いろんな、イベントやなんやはブログに、記していきます。僕のブログをね、スマートフォンが教えてくれるアプリがあります。プッシュセブン、英語でプッシュね、 PUSH7、プッシュセブンという、ね、アプリをインストールしてください。そうしますと、僕がブログ書いて投稿した瞬間に、スマートフォンにお知らせが来るというね、よろしくお願いします。というわけでまた、YouTube などで、どんどん上げていきたいと思いますので、今日はね、岡山県で広島モナモールというね、古いやつね、アップしたので、そちらの方もぜひご覧ください。というわけで皆さんありがとう。さようなら。